はい。パンケーキです。コーチングしていきたいと思います。えー、使用武器はダイナモローラーってことで、矢柄のガチエリアですね。まあ、ここのエリアは正直結構むずいっすね。ダイナモローラーで。相手にこれ立体いるじゃないですか。 長射程がいると、基本的に受けというか、相手が入ってこようとしてるやつを処理しつつ塗りみたいな感じで、でまあ前線上がった時もね、そこまでがっつり前行ってもできること、ここのステージ少ないんで、基本的に、 なんか、抜けを見る仕事が多いんじゃないかなと思います。編成的にもね、こっち前線で貼れる武器が3枚いるんで。ただ、あの、あえて立体いるんですけど、それ以外がね、短めだから、そこはね、処理しやすいかなっていう感じで。で、初動をね、ここ結構危ないですよね。まぁ、あ、立体初動の位置よるんですけど、だいたいもうそこの手前まで来てるか、あそこのテントの上。 に立つことが多いんですけど、リッター。ここのね、上に立つとね、見られますね。抜かれるんで、ここ気をつけながら、行かないと、抜かれますね。で、ここ、右塗ってくれてんの、結構、大きいから、敵がね、詰めてきたら、しっかりた、倒すみたいな感じで、そうね、今のローラー倒すみたいな感じで、こっち側の、 陣地に入ってきたやつをしっかり処理していくみたいな仕事が多くなってくるんちゃうかな。ここね、短射程武器はね、どんどん真ん中から入ってきたりとか、左右から入ってこうとするんで、まあ、どっちがね、抜けて、大量にキル取れるかみたいなね、仕事ができるかっていう感じになってくるんで、ただ今、リッターがね、おらんくなってるから、ここね、もっと強気にいってもいいかな。うるさちょっと剥かれてんだよな。 相手のウルトラショットのタイミング良かったね今ウルトラショットなければこの中央ぐらいに立ってバシャバシャしても良かったかなって感じだねそこ危ないかな <laughs> ここ危ないね今あのリッターがここの左上に立ってるんですよねだってもう車線が見えててもうそこまでそこに行っちゃってるからこれちょっと危ない リッターがいるときはね、ほんまに、斜線の意識が大事で、なるべく斜線に入らないように。今のローラーのキルないですね。で、味方もカバーしてくれて、2キル。いいね。人数有利が入ってるから、ただ、ここ人数有利入っても、相手のね、リッター怖くて入りづらかったりするんよね。で、ここのステージって、 右から入ろうと思ったら段差登ってジャンプして入らなあかんからなかなか入りづらい。で、左から入ろうと思っても、あの、あそこのテントから見られやすい。で、結構入る側難しいよね。入られる側は入ってる、めんどくせえってなると思うんやけど、入る側はど努力根性みたいなのがいるというか、怖いよな、ちょっと。 なななかなかね入いけどこんな風にね、相手はね、強気に入ってきてるような感じするんやけど、これはなかなか難しいの相手もなかなかね、成功してないしね。これよくやったね。<laughs> このキルナイス。そうこういうね、ローラーの抜けとかが危ないから、そういうのをね、しっかり処理する。これナイスですね。 や,ぐらやがらはマジでそういう一つの抜けでポンポンってキル入ってだいたいエリアのさこの辺に人が固まると思うからそこでポンポンってキル入れられて人数より作られて相手の抑えに入るみたいな状況を一番避けたいからこういう抜けはマジで見たいこの抜けも しっかり見てて偉いねさあここ人数有利この人数有利生かしたいここ冷たいなどんどん冷たっていいと思うそうこういうガッツリ人数有利が出た時リッターはもう引くしかないからで味方もねライン上がってるんで一緒になってライン上げてっていいと思うナイスナイスこれ3人倒してで ここを、あのー、前に圧掛けに行きたい。テントの下とかもいいし、できれば、この右の下あたりまで入れたらでかい。今一気に3枚ぐらい落ちたやん。ここ今一気にここ3枚落ちてる。で、寿司だけ、ここの右の坂から、スロープから圧掛けに行けるんよね。 でここ一回下がっちゃうのもったいないかな全員で、ここライン上げていけるとこやから、まあ、自分がね、先陣切って、ここまで来れるよって。ライン上げてあげてもよかったかもしれん。まあ、それか、ここの手前の真下で待って、曲者で圧かけていくか。それもありやね。 まあでも、まあ押さえで死なんのが一番いいから、まあここのラインキープしてるのもいいんですけど。これ今、ローラー来てるんよね。ローラーはこういうカーリングで合意に抜けてきたりするから、この、今カーリングに乗ってイカがね、そこに乗ってこうとしてるんで、それ見た方がいいかな。 ここね、後ろね、見なくていい。<laughs> これ自分もエナジースタンドついてるし、ここね、まずローラー見て、一番ね、誰が脅威になるかっていうのを考えて、ローラーはマジで、相打ち以上取れるポテンシャル全然あるから、そう。ここでね、後ろ行っちゃうとね、それでライン下がっちゃうから、前の方を圧かけて塗り続けた方がいいね。 今ここで、後ろに下がったことによって、バリアがね、ここまで入れるんよね。バリアここまで入れちゃうから、なんか奥で測れるバリアは全然怖くないけど、この左のね、若葉やね。左の若葉がいて、ここ前向いておきたかったね。前向いて振ってるだけで全然違うから、ローラーも倒せてやろうし、若葉に対して圧もかけれたと思うから、 ここね、バリアで強引に濡れちゃうのよ。ここのエリアは。バリア1個ね、置かれるだけでダイナモン触れんくなるから、ここで1回ペナルティつけられる痛いよねあ。でも攻撃のターンまだ続いてるから、どんどん圧かけていきたい。ここエナスタ履いてよかったね。自分のインク回復のためにエナスタ履いてあげてよかったと思う。 これ今2人落ちてるやん。で、あとローラーだけなのよね。ここでローラー落とすことによって、相手の打開どんどん遅れていくんよね。あの、4人一気に倒したら一気にラインは上がるんやけど、その分、相手4人で合わせやすくなるんよ。で、こういう順番にちょっとずつ倒していくと、相手は味方をね、待たなあかんし、復帰した1人がね、そのまま出てきてくれたらまたそれを倒せばいいしっていうループできるんよね。 ここ倒しきるためにエナストはいて狙いに行ってよかったと思うここ取られてるから下がるのしゃあないねうんローラー抜け見て。 ナイスでここで若葉にバリアはかれたんやけどもうこのバリアは正直見にくていいと思うで中央にリッターが立ってるからここでバリアを見てるとリッターに多分抜かれるんよねそうねそうリッターに抜かれちゃうから。 右のバリアは、もう自分は正直どうしようもないから、入っていくとこもないし。なんかがっつり入っていくのも無理やから、若葉に見られちゃうからね。ここは一旦バリア諦めて、バリアの処理を諦めて、他見てあげたらいいかなと思う。で、若葉はこの状況で、もうバリアから出てきたらもう若葉はやられるわけやん。 だから、バリアよりこっちに来ることってまずないよね。だったら他の方を見て処理してあげたら。で、若葉出てきてくれたらそれ処理したらいいし。っていう感じかな。で、この若葉がエリアで測れてたら、ちょっとめんどくさかった。でも、全然ルールに関係するバリアじゃないから、ここのバリアはね、ほんまに無視しちゃって大丈夫やと思う。 あ、ここから高いやね、うん、上から全体見えていいと思うここ左来てるうんいけるここ一回で取りたいなあでもここねそうリッターが生きてるんよね 常にリッターの車線意識しとかんと、ここでね、やっぱそういう必殺の一撃をね、撃ってこれるから、リッターは。いかなる時でも、リッターが生きてる時は、頭の片隅にリッターの車線は置いといた方がいいな。ま、これは正直しゃーない気はするけどな。 ここの高いこう後ろ下がらんくても良かったかもなあでも結構味方落とされてて相手もゴリゴリやからけど ここね、左折ってもよかったかもしれん。左のやつ。まあ、勝つとしたら、そこかなーって感じだね。これ今もう、絶対、こっちが、打開、間に合わんタイミングになってきてるんよな。残り時間も少ないし。だから、ゴリ押しで、どうにか、やるしか、ないかな。 だからあのー左のやつ折って倒して裏取ってでエリア止めてみたいなことをやるしかなかったかなと思いましたで,でも序盤の方結構抜けとか見てて偉いなっていう感じですねで抑えの時、もうちょい 強気でいってもいいかな。まあ、抜け見るのもね、いいんやけど、ただ全体的にちょっとラインがそこまで上がりきってなかったから、まあ、自分がね、もうちょい行けるなっていうタイミングだったら相手も落ちてるしね。で、あのー、ラインを上げきらんくても、その自分のインクを相手陣地に置いとくだけで、相手はそこをね、警戒してから進まなあかんから、そこでもね、打開遅らせることができるよね。っていうのも意識して、抑えでしないように、 相手陣地にインク残す意識も大事かなって思いました。で、抑えの時は相手に圧かける意識で、まあ、ほんまに危ない時以外は前見て押さえといた方がいいかねっていう感じでした。